え、四天王最強に勝ったよ。ドラゴン軍団が負けるなんて信じられない。リク、これから君がポケモンリーグチャンピオンだ。ん？チャンピオン戦は？と言いたいとこだが、あ、そうだよな。実は君はもう一人戦わなくてはならない。そのトレーナーは？ん？え？やあやあ、ニク。バタル君に勝利おめでとう。なんじゃそんなに驚いて。はは、いや、タイミングが良すぎたようです。ニク、君が戦うのは、大木戸博士。ああ、マジでビビった、お前。シゲルだ。あ、彼は君よりも早く俺たち四天王に勝った。今や彼こそポケモンリーグ真のチャンピオンなのだ。その通り、これまでは四天王全てに勝ったトレーナーをチャンピオンとして記録していただけだった。だがこの度チャンピオンを正式にポケモンリーグに置くことになったんじゃ。へえ、じゃあ新チャンピオン。初代チャンピオンはシゲルってことか。ロケット団の事件を解決したニクやシゲルならふさわしいだろう。さあ向かうがいい。決戦の舞台へ。おお、カイリュウかわいい。ちょっと待ってね。いや、大木戸博士だったらだいぶ熱かったけどな。え、ちょっと自慢のシゲル対策してもいいかな。多分あいつね、初手ピジョットなんだよ。このまま行きます。ラプラスのまま行きます。行ってくるよカイリュウ。マントを何がポケモンの鳴き声作ってる人さ、適当すぎん？しげる、かっこいい。戦おう。よかった、来てくれたのがニクで、俺四天王に勝ってチャンピオンになったんだぜ。おめでとう、初代チャンピオン。博士の話聞いただろ。チャンピオンはこれからポケモンリーグでたくさんのトレーナーと戦うことになるんだ。初めての相手がニクでよかった。俺のこれまでの全てを一番ぶつけたいトレーナーだもんな。お前、これが最初で最後のチャンピオン戦だぞ。チャンピオンの座をかけて勝負だニク。おお、この曲流れるんだ。熱っいいね、やろうシゲル。お前どうせメガ進化使うよな。だってもらったもんな、僕と一緒にメガバングル。きたー。あー、ピジョットだよな。オッケーオッケー、初手は読めてる。いや、ピジョットラプラスに打点ないからラプでいいはず。誰に切ってくるんだろう。いや、ピジョットに切ってくれかな。まあでもレイビでいいな、こっちは。ああ、やっぱそうだ、メガピジョットだ。いや、メガピジョットもかっこいいよ。ほら、羽がね、あれ、レインボーじゃなかったっけ。エアスラ、いや、ひるまなきゃ。うわ、強いな、さすがに。3回で死にそう。あ、オッケーオッケーオッケー。角に取れてるんだったら全然いける。押して勝てる。エアスラー。まあ、ここひるんでもうワンチャンある。あー、まあまあまあ、ある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 。もう一回耐えるから、レイビー。エアスラー。いや、耐えるっしょ。オッケー、カウンター、オッケー、決まった。ナイスナイスナイス。まあ、実質11交換みたいになっちゃったけど、しょうがねえな。ラフレシア、メガ進化切ります。メガ進化切って、エアスラ打とう。Y で、エアスラッシュ。上からひるませたら、多分イージーだし、まあ、こっから先も大文字で押し切るとかありそうなんで、メガ進化切ります、ここで。エアスラ、半分いってほしい。ナイス！え、めっちゃ入る。あ、ナイス！これなんすよ。あー、回復の薬。じゃあ大文字でよかったな。さすがに使うよね、まあ、読めてたなここは。いや、ちょっとミスっちゃった。エアスラ連打でナイス、当てていく。オッケーオッケーオッケー、作戦通り。いや、ラフレシアにはね、何もさせたくなかった。力を吸い取るとかあるし。ライチュウはさすがにバックして、V ちゃんに打点なくね。 V ちゃん出そうか。バナでもいいけど、バナ、なんか、この前対面負けた気がすんだよな。穴を掘るとか持ってたらめんどくさいし。あ、そっか。あの時のピカチュウか。これ実質ピカ V 対決じゃん。ドバドバオーラ。雷！
当ててくるね。早っ。てか、あっちのライチュウ。あー、まあまあ入るな。まあ、けど、ここで、一旦壁を張る。まあまあいいダメージ入ったな。で、メラメラバーンと捨て身で落としたいんだけど、どう？あー、防御ダウンきついな。メラバで火傷させてって。あ、落ちるね。もう一回メラバでいいか。まあ、ワンチャン回復の薬あるから、ここ捨て身タックルでもいいんですけど。いや、なおさらだな。なおさらメラバでいい。アイアンテール。当ててくるね。それ、命中80だよ。ナイス。こっちのイーブイの方が上だったな。いいね。対面で処理できてんの、マジで。かっこいい。熱いな。ガラガラ？ガラガラは、カメックス行こうか。一匹一匹ね、丁寧に戦っていこう。いや、ちょっとなんか、泣きそうになってる。熱湯行きましょう。あ、上取れてるんだ。焼けたら勝ちなんだけど。あ、確認取れてるこれ。取れてるっぽい。お、ナイス！え、マジでナイス。あー、割られたな。いや、そのイタチの最後っぺ、結構痛いかもしれない。相手のラス1にとっては。ラス2か。ナイスナイスナイス。対面で処理できてる。追いついてる追いついてる。いや、マジで BGM、あ、やばいな。ヤドランか。いや、ここでヤドランか。カイリュウ行こうか。10万あるし。羽休めでワンチャンしのげるんで。レイビ持ってるかな。そこだよな。やってくれ、カイリュウ。10万ボルト。壁があったらね、レイビあっても耐えたんですけど。あ、半分削れるんだ。ナイス。最近ね、オッケー。打点ないな。いや、強っ。あ、あっちも火力高えな。いや、よかった。雷にしないでよかったわ。オッケー、5体目撃破。あと1体。まあ、ぜひ、不思議花とね、対面させたいんだけど。ギャロップ、ダメだね。ごめん、不思議花。まあ、ここは超安定をとってカメックスで行きましょう。まあ、こいつね、雪崩とか覚えてる可能性あるんで、不用意にメガリザードン Y を出せない。熱湯。フレドラね。まあ、その事象痛いんだね。痛いんじゃない？全然入らないわ。カメックスマジで耐久振っちゃったからな。ナイス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 。雷とかあると思ったんだけど。最後の熱湯だと信じて。オッケー、急所当たらない。カメックス熱湯行け。ボボ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 。よし、勝った。終わるよな、これで。お前、6匹目だよな。オッケー、勝った。認めるよ。肉が世界で一番強いトレーナーだ。勝った。楽しかったな。ああ、短い天下だったぜ。これからはニックが新チャンピオンだな。俺の新しい目標ができた。ん？ニック。ホーキト博士。お前、ラスボスか？もしかして。とうとうやったな、ポケモンリーグ制覇。心からおめでとう。初めて EV を捕まえてポケモン図鑑集めに出かけた頃と比べるとたくましくなったな。いやいや、ニックは大人になった。しげる、最後まで諦めずよくやった。お前の戦い方、ポケモンや肉への優しい気持ちがありすぎて、そのちょっとの隙で負けたのかもしれんな。二人とも素晴らしい勝負じゃった。はい。肉、ポケモンリーグを制覇したのは一人の力ではないことをお前は分かっとるな。肉とポケモンの絶妙なコンビネーション、見事だったぞ。それでは肉、わしについてきなさい。いや、いいね。このチャンピオンになった瞬間、背中をついていくこのシーンが好き。お、レポート書いたね。お本、おめでとう、ニク。ここは歴代のポケモンリーグトレーナーの下で活躍したポケモンたちを永遠に記録して称えるフロアである。ポケモントレーナーはここに記録される喜びを殿堂入りと呼んでいる。ニク、お前は激しい戦いの末リーグチャンピオンとなった。ここにニクの名前とポケモンたちを記録しよう。この6匹を
永遠にここに残しましょう。いや、改めて見てもこのパーティーいいよな。殿堂入りおめでとう。 V ちゃんチートだったな、マジで。ラプラスは耐久が高すぎて何回も使ったな。カメックス技範囲がマジで広い。こいつはマジで強い。本当に強い。バナもな、どうしようもない時お前ずっと頼ってたもんな。いや、リザーは両刀が強い。強いしか言ってねえな。マジで強いんだもん、みんな。弱いやつ一人もいないからね、このパーティー。冗談抜きで。役割がね、みんなあるから。最後対面処理できたの本当に熱かったな。よし。これで終わりか、ピカブイも。かわいい。はい、というわけで、ピカブイこれで終わりましたけど、今11マスーダが流れましたね。いやー、マジでね、このシリーズは本当に楽しかった。なんかポケモンを改めて一から楽しめましたね。いや、初代リメイクができてよかったよ、スイッチで。まあ、これからエンディングですね。まあ、ちょっと次のシリーズ何も考えてないんですけど、まあ、多分スカーレット・バイオレットで会うことになるんじゃないですかね。まあ、こっから先はちょっと剣盾ランクマとか潜って、まだポケモンはまだまだ遊びましょう。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。あとはエンディングをお楽しみください。バイバーイ。